小さかったら高く飛べ。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはIn Your Face。はい、ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりました、バスケットマンのスニーカーと NBA ということで、今日はですね、あの第2企画ランキングのコーナー行ってみましょう。レッツティップオフということで、やっぱり今ねめちゃくちゃコラボスニーカーとか売れてるじゃないですか。まあ当たり前なんですけども、ただ過去にはですね、コラボをしてもいまいち結果を残せなかったスニーカー、ナイキ、ジョーダン結構あるんですよ。それを今日はランキング形式に発表していきたいなと思っております。行ってみましょう。レッツティップオフということでですね、まず第4位から発表したいと思います。第4位はタカ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 タボン、はい、エアマックス90アンディフィーテッド、イエーイということで、はい、アンディフィーテッドなんですけど、アンディのスニーカーも、だってスニーカーブランド、まあナイキなんですけども、アンディと組めば大体売れるんですよ。まあこの前のちょっとした LA 限定のダンクの紹介もしたんですけども、あれも高額じゃないですか。で、まあアンディなんとかとか、アンディ、まあアンディジョーダン、あ、アンディドージャー、アンディハイパーダンクとか、まあアンディのナイキのスニーカー結構たくさんあるんですけど、いろいろ。まあ売れるんですよ。やっぱアンディフィーテッドっていうブランドすごいんで。で、まあエアマックス90、去年から出たんですけども、まあ白とピンクとか、白と黄色とか、白と緑、まあ黒系もあったはずなんですけども、まあ売れ残りましたよね。あれが速乾しないっていうのはなかなかだったなんじゃないかなって思うんですよね。で、なんせかかとがアンディフィーテッドマークだったわけなんですよ、実際。はい、普通かかとナイキエアじゃないですか。で、あれのナイキエアのロゴマークを変えれるっていう、あの素晴らしいブランド、すごいブランドですよ。なかなか変えらんないですよ、あそこ。あそこがね、だってナイキのロゴマークじゃ、ナイキのだってもう会社のロゴマークじゃないですか。あれを違うブランドのロゴマークに変えれるぐらいすごいブランドなのにもかかわらず、まあ AMAX90 は僕の中ではちょっとこけたんじゃないかなってちょっと思っております。はい、これが第4位でございます。続いて第3位の発表です。第3位は何だと思いますか？はい、第3位はダルルルボン、はい、ジョーダン1じゃない、ジョーダン12、あれですよ、パブリックスクールニューヨークということで、ジョーダン12、パブリックスクールニューヨークなんですけども、まあ、ニューヨークのブランドですかね、アパレルバンドのパブリックスクールと、まあ、コラボしたジョーダン12っていうのがあるんですけども、まあ、ゾウさんみたいなやつで、灰色とか、まあ、紫色もあったかな、まあ、紫は確か海外限定で、まあ、灰色のやつは日本でも出たんですよ。で、確かに、あの当時は、抽選で、まあ、売れたんですよ。なんで売れたかって言いますと、当時は空前の、もう今とは、比べ物にならないぐらいのスニーカーブームだったんですよ。まあ、打者売れる時代だったんですよ。まあ、ジョーダンで言えば、もうジョーダンなんか毎週毎週は言い過ぎかもしれないですけども、まあ、2週間に1回はなんか、おお、やべ、やべ、やべ、みたいなのが結構出てて、で、その当時は、23周年のところにかかってて、ジョーダンがね。で、4、5、6、7までやったかな、シャンパンシュガーとかあったんで、その時に多分出たはずで、その時はもう空前のスニーカーブームだったわけですよ。もっとジョーダンが出るは売れるみたいな。その時に出したから、みんな、まあ、惑わされたんでしょう。うわ、パブリックスクール、多分パブリックスクールっていうブランド自体、そんなに、日本では浸透があるブランドではなかったと僕は思うんですよ。だけど、なんかどっかのアパレルブランドということで、まあ簡単に言ったら、確か売れたんですよ。だ、売れた、その時は売れた。ただ、その、ちょっと時間が経って、これ実は、本当にかっこいいものなのかみたいな、まあ疑問が生まれるような感じだったんで、結構ね、手放した感じがあると思う。手放してる方々結構いると思うんですよ、やっぱり。よくよく考えたらみたいな。当時は、なんかそのブームにつられて買ってしまったけども、今考えたら、ん？みたいなのって結構ね、今思い返せばあるんですよ。それが、まあ、ジョーダン12、パブリックスクールニューヨークだと僕は思っております。まあ、僕もね、当時見た時、んって思って、僕は結局、あんまりブランドコラボ的なものは、あんまり買わないんで、それ全部結構スルーしてるんですよ。言ったら、今で言ったらもうさ、オフホワイトとか、トラビス・スコットとか、もう売れるじゃないですか。当たり前なんですけど、まあ、すごいじゃないですか。バージル・アブローとトラビス、まあ、コラボしたらそれは売れるでしょうね。でもこれ、こういうのは大丈夫なんですよ。もう、成功例。ナイキが、まあ、コラボして成功した例なんですけど、ただ、アーティストでも失敗した人たちもいるんですよ。で、失敗したブランドもあるんですよ。で、それをね、こうやってちょこ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 ね、公開、紹介していこうかなと思ってるんですけど、第2位の発表とかでございます。第2位は何だと思いますか？第2位。はい、あのブランドでございますよ。第2位は、はい、ジョーダン1。
ットオーバーストリートマーケットということで DSM でございます。銀座にあるんですけども、ドーバーストリートマーケットということで、ネイビーとか青とかが全部パテントになったらジョーダン1が発売されたんです。でドーバーストリートマーケットのコラボなんですけども、まあその当時は抽選で、まあ、売れたんですよ。でもやっぱこれもジョーダン12と一緒で、よくよく考えたらんって思うようなジョーダン1なんじゃないかなと思うんですよ。多分ね、結構ね、手放してる方が多くて、そういう SNS とか、あとはまあ結構セカンドストリートとかに結構置いてある傾向がある、本当に。だからまあ今でも多分その名前があるからちょっと高値がついてますけども、その値段では多分みんな買わないと思う。まあデッドストックだったとしても、だけど、まあ、当時はまあ確か定価よりちょっと高いぐらいの値段で売られてたんだけど、で言ったらそのドーバーストリートマーケットのやつも空前のスニーカーブームの時に出してるんですよ。でやっぱりあの有名なスニーカー好きなあの著名人いらっしゃるじゃないですか。筋トレとかしてるね。であの人が結構ね SNS で俺欲しいからファンの方々みんなっつって名前で抽選してくれよ、で当たったら俺に送ってくれみたいな感じでかなり炎上したんですよ。その当時ツイッターかなんかでしたかね。あ、その時削除したかな、削除してなかったか分かんないですけども、まあその俳優さんとかがやって、で、まあ、結構炎上して、そのやり方だとダメだろみたいな感じで結構炎上したんですよね。でまあそれぐらい破壊力があるように見えたスニーカーなんですけども、今考えたらやっぱりちょっとパテントだしみたいな、別にオリジナルカラーでもないしっていう感じな僕はイメージがある。だから僕はねやっぱりこけたんじゃないかなと思うんですよ。まあオフホワイトとかトラビス並みの破壊力は僕はなかったと思います。で第1位なんですけど、第1位のスニーカーはマジでこけたんですよ。アウトレットまで流れました、その当時は。確かね、記憶が正しければなんですけども、その第1位の発表をしていきたいと思います。第1位はダルバン、ナイキエアフォース1ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのコラボということなんですけども、あの黒金のやつですね、僕も持ってたんですよ。で確か僕ね定価で買ったかな、で結局売っちゃって今は持ってないんですけども、当時は持ってて結構重いんですよ。エアホース自体重いのに、なんかね、なんだろう、何が、あれセメント、あエレファントかな、ちょっと思い出せないんですけど、なんかゴツゴツしてて、でかなり重いんですよね。黒金で、まあ僕黒金とか黒銀好きだってここで言い張ってるから、まあ買うじゃないですか。でニトロマイクロフォン自体はそんなに僕的にはそんなに興味のあるアーティストはなかったんですけども、まあ当時は黒金ってだけで欲しくて、まあ買っちゃって、で今手放してるじゃないですか実際。で当時もそこまでまあ知名度があるわけじゃないですか。ジャパニーズヒップホップが好きな人はまあご存知かと思うんですけども、まあそうじゃない方にはそんなにその知名度があるアーティストではないので、まあスニーカーヘッズ自体、まあヒップホップ好きな人と、まあ NBA 好きな人と、まああとそういうね、最近好きになった方々って感じで、最近好きになった方々がブームを起こしているんで、そう考えた時にやっぱり分かんないから、で当時はスニーカーブームじゃなかったし、そのエアフォースが出た時はね、あドーバーとかパブリックスクールの時はスニーカーブームだったんだけど、それより結構前に出てるエアフォースなんで、まあなかなかねスニーカーブームじゃない時にそういうコラボ出したから、まあこけたのかなっていうところもあるんですけども、まさかアウトレットまで流れるとは僕も思ってなかったですね。はい、まあね、アーティストコラボなのにまさかこけるという。で結構ね定価も高かったんですよ。もうほんとゴツゴツしてて、もうスペシャル仕様にしてたんだけど、まあダメで、まあナイキとコラボできる時点でそのアーティストすごいんですけども、まあねちょっとこけてしまったっていう、エアフォース1、確かミッドだったかな、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのモデルでしたということ、いかがだったでしょうか。まあこれからもねナイキはね多分ねアーティストコラボとかブランドコラボとか、まあいろいろ出してくると思うんですよ。あとデザイナーコラボとか、まあ中にはねやっぱりこけるやつは出てくると思うんですよ。僕的には Vogue とかもこけてるようなイメージがあるんですよね。ジョーダン3の Vogue とか、まあとか、まあとか、そこな、ポール・ロドリゲスとかもそんなに跳ねないじゃないですか。だからどうなのかなって感じはちょっとあると思います。まあトラビスとかも若い子たちが好きなんで、でオフホワイトも、だその辺はまだまだ全然破壊力があるスニーカーだと思っております。ということでいかがだったでしょうか。今日の動画が良ければグッドボタン、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!